おはようございます、セイトラベルです。現在朝の4時半でございます。これから成田空港に向かおうと思うんですけど、雨です。大雨です。はい、ということで、ここからまず東京駅に向かって、東京駅からバスで成田空港第2ターミナルに行こうと思います。あ、そして今回向かう国はじゃじゃん、ベトナムです。で、ベトナム結構私ね何度か行ってるんですけど、今回向かう都市はさらにダナンに行きたいと思います。ということで初ダナンです。番組もね、ベトナムは初めてということでめちゃめちゃ楽しみですね。で、今回はちょっとお仕事も半分入ってて、一緒にクライアントさんも成田空港から合流して一緒に行こうと思います。はい、雨です。最近雨が多いんです。よいしょ。ではでは成田空港に向かっていきましょう。本当はタクシーで行こうと思ったんですけど、東京駅までね、なかなか捕まらないんで、この時間も電車の方が早いと思って、はい、電車で行こうと思います。まあ電車でも10分かからない、5分やったかな、なんかそんなんなんで大丈夫でしょう。雨です。ではでは、海外は前回流した、あ、韓国か、韓国、その間日本がちょっとあったんで温泉ちょっと回りましたね。はい、ではちょっとね、ハワイと言われているベトナムのハワイ、ちょっと雨がすごいわ、雨が俺の顔に当たる、びちゃびちゃですよもう。はい、ベトナムのハワイと言われているダナンに、それでは行きたいと思います。まずは成田空港まで行きましょう。行けるかな、よいしょ、久々の成田空港、相手冷たいって。ではでは、レッツセイトラベル。では浜松町到着しました。久々の山手線や。いつも浜松町からはね、羽田行くときにモノレール使うんですけど、このパターンは初めてかも。ほら、タクシー全然ないんで、もうここまで来たらね、どう考えても電車の方が早いんで行きましょう。でもほら、通勤ラッシュはね、入れて重い。あれ、ちょっと待って、これ重いねんけど、15キロやったよね。ベッドジェットで行くんですけど、いてやばいかも。頑張ります。何が嫌って、この階段、スーツケースで上がらないとダメや。よいしょ。あ、めっちゃ重いねんけど。めっちゃ重いけど、ちょっと待って、重い。よいしょ、頑張ろう、重いて。よいしょ。どっちの方が早いですか、京浜東北ですか、山手線やろ、どっちやろ。これさ、山手線は4時54分で、京浜東北線は4時55分なんですけど、なんとなく京浜東北の方が1分遅いけど、こっちの方が先着きそうな気がするな。どうやろう。ちょっとじゃあ僕は京浜東北にかけようと思います。多分ですけど、こっちの方が早い気がする。ではでは、八重洲口に到着しました。バスは右です。ここ大丸やから、右の方に行きましょう。無事に成田空港第2ターミナル到着です。
ちょっとじゃあベトジェットが何番かを調べて、今6時半なんですよ。で8時55分発なので、ちょっと見ましょう。ベトジェット8時55ベトジェットありました。チェックイン R、 これですね。行きましょう。それではこちらのジャパンフードホールに行きたいと思います。プライオリティパスで食事ができるということなので、お腹すいた、朝ごはんいただきましょう。それではイミグレ通過して、朝ごはんはフリタで食べましょう。プライオリティパスあるんで無料で食べれるっていう特典があるんですよ。ではではそちらでいただこうと思います。で今回はホーチミン経由でダナンに入ります。でホーチミンまでがだいたい6時間でしょ。で9時出発なので、15時で3時間ぐらい、待たないとダメで、トランジットが3時間なんで、そこから多分1時間ぐらい、1時間半ぐらいなんで、一応って2時間の時差があるので、5時半ぐらい、6時には、はい、ダナンに着く予定となっています。ちょっとホテルとかも楽しみなんで、ぜひ皆さん、他の人のね YouTube 見てもね、今回泊まるホテル誰もねアップしてなかったんで楽しみです。だから誰も行ったことないんじゃないかなというふうに思います。ではでは、ちょっとまずは朝ごはん栗田で食べたいと思います。お肉にしようかな。なんかねお好み焼きとねお肉どっちか選べるらしいんで、僕はちょっとお肉にしようかなというふうに思います。では行きます。さあやってきました、プライオリティパス朝食です。これ無料やばくない？なんか飲み物ついて、なんかデザートまでついて、これでプライオリティパスで無料です。ぜひ皆さん使ってみてください。最近使えるようになったみたいなんで、知らない方もねいらっしゃると思うんで、ぜひぜひ7時半からオープンです。来てみてください。ボリュームがすごすぎてやばいわこれ。お腹いっぱいになります。ベトナム行く前にお腹が破裂する。これはちょっと機内持ち込みにします、このスイーツは。それではいよいよ登場となります。行きましょうか。何か買い物しないと、喉乾いた。6時間か、トイレ行っとかないとね。6時間頑張ろう。席が手に入りました。課金したらこんないい席になりました。
暑い暑いよ、しかも沖止め食らってる。よいしょ、よいしょ。あー、バスや、あのバスに乗らないと。見てて、よいしょ。これは座れる、後ろから乗る、座れるかどうかが大事や。さあ、無事にイミグレ通過して、この後は荷物受け取りとなります。で、ここから国内線に移動をします。ちょっとね、難しいみたいなんで一緒に行きましょう。そしてホーチミン空港から外に出ました。この後はですね、国内線の方に、ドメスティックの方に移動します。歩いて10分ぐらいということなんで、では出て右の方に行きます。こちらの方に歩いていきましょう。空港を出て右です。意外とこの辺の説明もね、なんか他の方の YouTube そんなに細かく言ってくれてないから、ふわふわっとしてるんですけど、バーキンの方、あ、これ分かりやすいね。バーキンがあるんですよ。この横をすり抜けていきます。じゃあ、こういう風にちょっと歩道になってるので、こちらの方に歩いていけば、書いてます、上にちゃんと、はい、ターミナル、ドメスティックターミナルと、バーキンが目印です。で、意外とトランジット3時間しかないんですけど、めっちゃ並んでたんで、結構なんかバタバタしてます。よいしょ、では行きましょう。無事に国内線到着です。ここからはチェックイン、荷物預けないためですから、もう一回チェックインですよね。ちょっと並びます。意外と3時間のトランジットじゃギリギリだと思っておいてください。結構厳しいかも。うわー、やばい、あと1時間しかない、ギリギリです。そういえば、このベトナムってホーチミン、僕ダナン行くじゃないですか。じゃあホーチミンでの乗り換えの場合って、荷物受け取らないとあかんって知ってました？僕これ知らなくて、なかなかやばかったです。調べてなかったらそのまま荷物受け取らんと言ってましたわ。これ時間は間に合いそうかな、行けそうですね。あと1時間ちょっとあるんで、最悪や。もうこの14番並べって言ったけど全然進まへんって、向こうのね、空いてる方に行かしてくれないんですよ。よくわからんわこのシステム、イライラしてきたもん。そう、ベトナムなんでこっち並べんねん、めっちゃ並んでる方に行けって言って、空いてる方を全然行かしてくれないんですよ。ではセキュリティ通過したんで、コーヒー飲みましょう。どうしようかな、ココナッツミルクにしようかな。60ドン、ドンやんねこれ。60やから 6×360。 おー、行きましょう。じゃあココナッツミルクコーヒー360円ですね、ミドルサイズ。左がココナッツで、右がクリームコーヒーとなります。ではいただきます。これココナッツめちゃくちゃ甘い。これは甘々です。これまだこっちのクリームコーヒーはまだいけるけど、これココナッツ甘いわ、甘。ではそろそろ20番搭乗口なんで向かいましょう。リゾート靴できたらめちゃくちゃ
足が痛いんでシップ貼ってから飛行機乗ります。今ちょうど4時なんで4時15分発やのにまだ全然ゲートが開かない。ゆっくりしてますね。ちょっと待ちましょうか。やっぱ空港の中のご飯は高いわ。手出したらダメですよ皆さん。もうちょっとコーヒーだけは我慢してね、できず飲みましたけど、ご飯は我慢しました。なんと今調べたら遅延になっちゃってる。しかも1時間遅延。出たよベトジェット、1時間遅延です。遅延したと思ったら突然のスコール、最悪や、もうめちゃくちゃや、大変や。しかも浮き止めというびちゃびちゃや。頑張っていきます。ようやく、はい、着きました、ダナンに。現在現地時間で19時半なんで、2時間、21時半です、日本時間で。ということは、朝の4時半に家を出て、19時半の21時半、計算して、わからん、もう。もう、結構遠いね、思ってたよりも。結構遠かったです。ではちょっとこの後荷物を受け取って、ホテルまで。当然グラブで行かないとダメですよ皆さん、はい、ベトナムはグラブで行きましょう。あ、そういえば両替終わってるんですよ、はい、両替は完璧です。もうレートのいいところを事前に調べて両替は終わってます。ちょっとね、あのクレジットカードで両替しようと思ったんですけど、今円安すぎてダメって言われてるんで、厳しくなってるんで。よいしょ、はあ、疲れた。じゃあホテルにチェックインして行きましょうか。ご飯行きましょう。とりあえず荷物受け取ります。もうほぼ誰もいませんよこの時間だとね、はあ、だって全然瓶ついてないってことやねこれね。ではでは、それでは呼びましょうかグラブ。2番って書いてあったね、2番の方ぐらいに止まりますって書いてあったから、出て右です。空港出て右の方に歩いて行って2番の方にグラブは来るよっていうことです。この辺かな。
ではでは夜ご飯食べに行こうと思います。ということでまずは三池ビーチ側に行きます。で、三池ビーチ沿いまで行っちゃうと結構高いので、その1本手前を左に入ったところに結構美味しい店が安くてあります。だから1本入るだけで全然違うのでね、結構皆さん三池ビーチ沿いで食べたがってしまうんですけど、夜三池ビーチ行ったとてどの道もあれですよ、海見えませんから。なので1個手前入って左入るとちょっと美味しめの、はい、ベトナム料理のお店があるんでそちらに行きたいと思います。でまた別動画でホテルの、はい、動画アップしますけど、そちらの方は、はい、いいホテルです、さすが。で部屋は60平米あります。最高のスイートにしました。でスイートって言っても、まあ、あの後でまたアップされると思いますけど、2つの部屋が1つになってるって感じなので、その辺は改めて、はい、アップしたいと思います。よいしょ。あ、暑いよ。夜今9時ぐらいなんですけど、雨降ってきた、9時ぐらいなんですけど30度ぐらいある、蒸し暑い。よいしょ。で結構グラブの、はい、人たちが夜の誘いをしてきてくれます。男で歩くとこうなるんですね、やっぱり。やっぱこの道はメインやから、すごいお店ありますね。ただ夜のご飯がね結構早く閉まるんで気をつけないとダメですね。これがシーフードの上がレストランで、下がバーベキューですね。あーそうそう、ワンピースロブスターが、180円。綺麗な女の人がどうって言ってくれてます。で量り売りは行かないです。結構皆さんね量り売り行かれてますけど、持って行かれますから。あ、僕は行かない派です。量り売りの方は、量り売りの方は、量り売りの方は行かない派です。きらびやかやね。まあはい、いい感じです。派手派手やわ。スーパーなんかあったからスーパーも寄りたいね。ここお土産屋さんか。この辺が、三池ビーチから1本入った通りとなります。でちょっとね本来は入りづらいですよね。この通りが意外と安くで食べれると思います。三池ビーチ側に行くとどうしてもね観光客が多くなったりとか、皆さんね持ってるいろいろお持ちの方がいらっしゃいますからあれですけど、よいしょ。マッサージの勧誘がちょこちょこ増えてきましたね。マッサージ行きたいんですよ。ただその前に飯食わしてほしいんですよ。マッサージ1時間1500円でしたね。バリの方が安い。まあサービスの内容知らんから何とも言われへんけど、今んとこバリの方が圧倒的半額やわね。ああスイーツのいい匂い、フルーツか、フルーツのいい匂い。よいしょ。おお怖い怖い、危ない危ない。よいしょ。ああマッサージとかね、ご飯がもうちょっとですね。さあそれではお店はこちらにしましょう。なんて書いてるかわからないです。 Google の評価多分 4.8 ぐらいあったんですよ。結構有名なお店で、今来たら空いてました。なんとか入れました。閉店ギリギリです。ではお邪魔しましょうか。お腹空いたね。あ、バインセヨムとかもありますよ、有名な料理が。いただきます。このね、はい、エビの春巻きとかも美味しいみたいです。そしてこちらの空心菜も行きましょう。でビールはタイガービールです。150円、5630、150円ね。
そしてクーソン菜が2泊約70円270円ぐらいかな。そしてバインセオがだいたい540円ぐらいかな。でエビの春巻きが400円弱ぐらい、390円。ちょっとね、他にもいっぱい食べたいのあるんでどんどん頼んでいきます。お店がね9時半までってなってるんですけど、まだ行けそうですね。さあまず来ました、空心菜です。ど真ん中行きましょう。空心菜、なんか来たんですよ。これ何か分からない、多分エビの春巻きかな。なんやろなんやろ、なんか来た。それで食べてみますね。あ、なるほど。あ、こういうこと。あ、バラバラじゃないってこと。あ、なるほど。食べ方がよく分からんね。これうまいって、これこれはない。あ、これも負けってことかな。それでちょっとやり方聞いてみます。そして続いて肉が入ってる麺が来ました。とりあえず適当に頼んでるから平打ち麺のやつか、はい、なんか来てます。とりあえずいただきます。これをこれに入れろって言ってました。これを見てくれって言われた。だからテレビで流れてるやつを、ああ見ろってことか。なるほど、これ見て包めよと。なるほど、これを見てます。とりあえず、とりあえずね、全部巻くんですよ、何でもいいから。これをこう巻いて巻けってことですね。わかった。じゃあこれもいただきます。そしてこれがエビですね。エビ春巻き、ちっちゃちっちゃ、ちょっとちっちゃいかも。なんかいっぱい来て頼みすぎたの。まあいいや、それ食べます。いただきます。とりあえずじゃあ包んでみましょうか。これをちょっとね、片手やから難しい。ちょっとやってみます。多分いい感じでできたと思います。ではいただきます。バインセオうまい、これはうまい。この地の方のタレの方が美味しいかも。エビ春巻きはそのままですね、イコールやわ。まあ美味しいけどね、イコール、うん、全体的にまあまあ美味しいわ。ビールも安いしいいね。だんだんとうまくなってきました、巻き方が。ほらそれっぽくなってきたでしょね。ほら、では2本目のビールもいただきます。ラルーラルーみたいな、ラルーです。もうお腹いっぱいやけど、全体的に香草がちょっと強いかなっていう感じかな。美味しいけどね、僕は結構いける派です。ただもうお腹いっぱいです。結構頼みすぎたかも。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。あれだけ食べて2400円でした。ではちょっとね、この後三池ビーチの方、夜どんな感じか見に行きましょう。2400円、安い、許せる。三池ビーチ沿いに来ました。向こうに渡ればね海なんですけどね、あっち側に行くのは僕はちょっとねありえないと思ってるんで。ただキラキラ系の好きな方は行ってみてはいかがでしょうか。結構持っていかれると思います。それでは本日はこれで終了となります。あ、腰が痛すぎる。はい、はい、明日は、あ、そうそう、明日はね神の手に行きます。バナヒルに行くんで、朝朝8時の予定で、さっきからすごいマッサージのお兄ちゃんが何回も、はい、誘ってきてくれます。いいか返事ってのに。よいしょ、よかった、美味しかった。一人1000円ちょっとで夜ご飯食べました。もうお腹いっぱい、これです。これを求めるなら裏手です。はい、キラキラを求めるなら表でどうぞ。
人それぞれ考え方があると思います。これがベトナムです。ダランです。それでは明日再びお会いしましょう。おやすみなさい。ダナンからでした。